個性心理学認定講師柴田健二です。今回はですね、引き続き、心にシャッターがあるならば、ということをですね、イメージしたお話を進めていますけども、月のマークの人たちはいつでもウェルカムですよ、ということで、はい、壊れたシャッターのようなイメージ、下がることはありません。アース、地球のマークの方々は、ね、そういうような人付き合いの無駄が無駄じゃないかというわけではないけども、ね、ちゃんと自分の都合で上げ下げができる自動シャッターというのを持っているのがアース。じゃあさ、太陽のマークの人たちはどういうシャッターを持っているのかな？このグループさんの特徴は、束縛は大嫌いです。ただ、閉まっているというか、こう閉ざされているという感覚はおそらく嫌いでしょうね。私もペガサスチーターというキャラクターさん、このグループのキャラクターを持っているので、もう解放感みたいな形でね、閉ざされたという感覚が嫌なので。だから、ある意味、やっぱりね、オープンマインドみたいな形で、心はね、まず開いているところからのスタートですよ、というふうな感じです。でも、このグループさんは、3、S、U、N。一人の人間の中に S と N が存在する。この S と N がね、オンとオフがあるよ、というふうに思えばいいです。じゃあ、オンとオフがあるシャッターを持っているということなんです。普段であれば全然 OK です。普段。でも、何か、というのを思う。でも、ただそれをたった一回で別にシャッター、もう本当に金銭に触れるようなとかね、いうことであれば、押すかもしれませんけどね。でも、多くの場合、このグループさんってね、やっぱり何かサインを発信してるんですね。嫌だよって、やめてみたいなことを、いろんなことをね、発信してるわけです。発信。でもそれで気づかない。おい、いい加減にしろよって、もう我慢ならないなと。もういい加減にしろと。いう感じになったらスイッチボーンと押すわけですね。はい。で、このスイッチを押した瞬間どうなるかです。ガーンって落ちる。ギロチンシャッターになります。ギロチンシャッター。ちょっとこの表現ダメだな。この表現ちょっと、あれですからね。ガン、もう押した瞬間にダーンって下がるんです。ということはもう閉店ガラガラどこではないわけですね。閉店ザンって感じです。無理。構わないで。あなたは私には、ね、私の人生においての中であなたの存在はもう不要ですというような感じになります。ギロチンです。ご縁はスパッとそこで切れます。無理。繋がらないで。やめて。みたいな感じになります。顔も見たくない。もうこの同じ空気も吸いたくない。というふうになる場合もありますね。はい。ただし、怖がらなくていいですからね。必ずさっき言ったように何かのサインは出しています。そのサインに気づかずにずっとやってきたら、ガンって下ろされます。はい。ね、なので、スイッチ押されたら最後、ギロチンシャッター、急に閉まりますからね。無理、閉ざします。そこはほぼ開きませんからね。なかなか開くことはない。ほぼ開かないでしょうね。はい。私はね、ありました。私はこういうキャラクターなのでね、基本は無運なので、いつでもウェルカムですよ。でもこの辺にはギロチンシャッターをね、少なからず持ってるわけですね。でも基本私はね、あまりやっぱり、平和主義というふうな、みんな仲良くがもう大前提にあるタイプなので、時々下ろします。シャッター下ろします。無理って下ろします。でも、首の皮一枚繋がってるみたいな、で、あちらの変化をどこか少し期待をしていたりとか、で、あっちから来るならば、こういうふうな、ね、お付き合いの仕方をします。でもね、本当に無理ってなった時は無理ですよ。はい。私もね、ギロチン持ってるのでね。はい。でも、極力私の中では本当に下ろしきらないというか、さっきもう一回繰り返しになりますが、首の皮一枚繋がってるぐらいの、つながりで留めておくというか、もうほぼ死んじゃってますけどね。別にリアルに落とすわけではないので、イメージとしては、ちょっとはつなげておく。で、ちょっと何かね、いい方向に変化があって、で、その人からまたね、いろんなコンタクトがあったのであれば、私はね、無限に断ることはなかったりもします。羊さんってね、基本我慢してますからね。嫌だとしても我慢して合わせていたりすることもありますけども。はい。あまり本当にガンとね、100%、100%、120%、150%切り捨てるってことはなかなかないですよね。はい。というような感じでね、今回3回にわたって、シャッター、心にシャッターがあるならばということをね、どんなイメージで、シャッター、月のマークの人たちは、ね、いつでもウェルカムなフルオープンなマインド、そういうようなシャッターを持ってるし、いつでもウェルカムな、壊れたシャッター。アースは、ね、閉まってるところからスタートで、自分の都合で上げ下げができる自動車だった。3、太陽のマークの人たちは、スイッチポンとした瞬間にダンと落ちるね、ギロチンシャッターというのもあるんだよというふうなことで、まあ、こういうようなことをね、知っておくと、人の距離感というかね、いうのも見えてきたりすると思いますので、ぜひね、普段の生活の中で。だから、なんだろう、極端な人と Facebook とかで、急にね、ボンって何かあった時に、えみたいな、え、ブロックかけられてるみたいな。それは多分ね、アースだったり、アースで間違えましたね、3だったりするわけですよ。何かリアルのやりとりで、この人もう無理って思った瞬間とかね、もう嫌な発言とかね、こう、コメントしていたりとかね、投稿してて、あ、この人もう無理、スイッチをして、もうね、あれみたいな。一切見れないってね。まあちょっとこれ似たようなところが小鹿さん。小鹿さんのキャラクターを持ってる人も、ちょっと3、太陽のマークのような形で、もう無理。この人、嫌、嫌い、ダーンと落ちますからね。はい。ちょっとね、まあ、小鹿さんのキャラクターも3のギロチンシャッターに近い、ほぼほぼね、似たようなところはありますけども、それがいい、悪いという話ではないですよというふうなこともですね、付け加えておきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回も視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。